発車いたします。この電車は森の宮までの電車です。森の宮から先へお越しのお客様、後の電車をご利用ください。行く先にご注意願います。扉閉まります。ご注意ください。本日も大阪メトロをご利用いただきましてありがとうございます。次は大阪港です。 Thank you for riding with Osaka Metro. The next stop is 大阪港 C11 for the Osaka Aquarium Haikukan. Please get off at the next station.ご注意ください。We will be stopping at 大阪港 C11.扉が閉まります。ご注意ください。次は朝潮橋です。出口は左側に変わります。The next stop is 朝潮橋 C12.車内では携帯電話はマナーモードに設定の上通話はご遠慮ください。また優先座席付近では混雑時には電源もお切りください。皆様のご協力をお願いします。整形外科川村医院港在宅ケアセンタースマイル朝7時半から診療年中無休夕凪動物病院賃貸売買管理リフォーム不動産のことなら相互重慶にお越しの方は次でお降りください。
注意ください。We will be stopping at Asashiobashi, C12. The doors on the left side will open. Please be careful of the train doors.朝潮橋です。扉閉まります。ご注意ください。次は弁天町です。JR 線はお乗り換えです。The next stop is 弁天町 C13. Passengers can transfer here to the JR line. お客様にお願いします。座席はできるだけ譲り合っておかけください。なお、優先座席はお年寄りや体の不自由な方などにお譲りくださいますようご協力をお願いします。大阪ベイタワー空庭温泉玄関窓のある暮らし全戸南向きザ・レジデンス弁天町港通り眼科日帰り白内障手術の吉田眼科クリニック2号出口すぐ子どもから大人まで丁寧な治療弁天町山内歯科ラジオ聞くなら OBC 開局65周年のラジオ大阪へお越しの方は次でお降りください。弁天町 JR 線はお乗り換えです。左側の扉が開きます。ご注意ください。 We will be stopping at 弁天町 C13. Passengers can transfer here to the JR line. JR 線はお乗り換えです。車内の奥へとお進みください。扉が閉まります。ご注意ください。次は九条です。阪神線はお乗り換えです。 The next stop is 九条C14. Passengers can transfer here to the 阪神 line. 平田九条商店街内ホワイトニング矯正治療の上杉歯科クリニック。4号出口が最寄り不動産買取の対応住宅特定医療法人内藤病院にお越しの方は次でお降りください。We will be stopping at 九条 C14. Passengers can transfer here to the 阪神 line. 九条です。阪神線は乗り換えです。
空いた扉に分かれてご乗車ください。扉が閉まります。ご注意ください。次は、アワザです。千日前線はお乗り換えです。The next stop is Awaza C15. Passengers can transfer here to the 千日前 line. お客様にお願いします。歩きながらの携帯電話やスマートフォンの操作は、お客様同士が衝突するなど大変危険ですので、おやめください。土日も診療、1号出口すぐのアワザスマイル歯科へお越しの方は次でお降りください。千日前線はお乗り換えです。左側の扉が開きます。ご注意ください。We will be stopping at Awaza C15. Passengers can transfer here to the 千日前 line.